朝給食いいですね。あの学校とかでお腹空いてる人いたら、やっぱその学校で朝おばちゃんみたいな人が、しかも他の添加物取らない人間なんで、無添加の無農薬とかのちゃんとその一汁一菜じゃないですけど、だから僕はあの和食、やっぱ日本人なんで和食を推進したいんですけど、だからちょっとパン派って和食でいいですか。もう和食をしたいんで、だから焼き魚とね、味噌汁と、なんか漬物もちゃんとこの無添加ですね、梅干し焼き鳥、なんか別にあのこんな点いいんですけど、だからそんなこと言ってました。でもあの若者だったらやっぱベーシックインカムを僕は推進したいなと思って、それ言ってました。言ってなかった。でも結構僕はベーシックインカムを言ってるんですけども、何歳ぐらいの若者ですか。あ、もう選挙権ない人。あ、選挙権ない人の10代の方に向けた政策。そう、主にそうです。あ、それでしたら、やっぱ僕はあの熱い思いを伝えていきたいですね。どう見られてるか分かんないですけど、僕結構まあ熱さがなかったらやっぱ選挙とか出ないんで、やっぱりなんか結構死にたいとかって言ってる人多いんですよ。僕はツイッターとかで死にたいっていうのを検索して、その人になんか知らないでくださいみたいなやってたことあるんですよ。知ってます？あの前に見たことあります、はい、でそれで ありがとうございますって言われることもあれば、余計お世話、時間引いてるんですか。あ、僕は大丈夫。余計なお世話だみたいなこともあって、いや申し訳ないなと思ったんです。だからそのでありがとうございますって言ってるのも、死にたいっていう人は基本優しい人が多いんで、だから気使わしちゃったなと か, だか結構、まあ、とにかく死にたいって思う人もいるんですよ。多分僕もそうだったし、今もそうですし、で、東横とかですか、東横キッズ、全然わかりませんけど、でもオーバードーズとか、もう結構これ、政権放送で、今回の政権放送で言ってるんですけども、冒頭、言ってるんですけど、だから、結構そういう人が、あ、だからそれこそちょっと政権放送見てほしいなと僕は思ってるんですが、だから若者のハートに火をつけたいなっていうのはすごく思います。若者って別に10代の若者ってお金儲けとか別にそこまで考えてないじゃないですか。中学生高校生でなんかこれやったらなんか稼げるぞみたいなじゃないですか。将来どうかなとか、なんか楽しいことないかなとか、将来夢どうしようかとか、そういうなんかワクワクしてなんか夢とか希望で頑張るぞみたいな、こうやったらなんか世の中変わるぞとか、いい世の中にするぞとか、なんかそういうなんか熱いものが必要だと思います。そういうのじゃなくて、ただ単に受験勉強でテストやって、いい大学入って、それでいい会社入って、なんか官僚になったりとか分かんないですけど、なんかそのなんかだから、なんていうんだろう、ロボットじゃないですけど、ロボットって失礼ですけど、だからそのエスカレーター式に、とにかくなんか、あまり自分の頭で考えずに、なんかこう、そのまま点数取って、そのまま従って入っていくみたいな、そうじゃなくて、やっぱ、俺みたいに世界政府大統領になろうみたいな、やっぱそういう熱い人を量産したいですね。そういう人が日本人たくさんいれば、かなり変わると思うんですよ。なので、そういったその若者のハートに火をつけるような、その10代とかであれば、9歳、7歳、6歳、8歳とか、9歳とか。あ、で僕、政策でも言ってるんですけど、本当にだから今、成人年齢18歳とかじゃないですか、僕12歳とか15歳とかいいかなと思って、僕、本当、小学生の時とかから、もう本当に小ずるいやつで、小さかしいやつで、なんか大人に対して論破するみたいな、そういうやつだったんですよ。だから、なんと早く俺は大人になれないんだみたいな、そういう小学生だったんで、だから人によって違うと思いますよ、その大人になる年齢。だからもっと早く大人になってもいいと思う。僕はだから芸人になろうと思ってたんですけど、本当に中学卒業したらもう芸人になるぞと思ったんですけど、いや高校行ってみたいな感じだったんで、しょうがないから高校行ったみたいなところあるぐらいなんで、だから大人になる年齢がもっと低くて、その社会に早く出れたりとかいいかなと思いますし、選挙権出れるのも今25歳ですけど、
だからもっと18歳とか15歳とか出てもいいと思うし、もしくは投票権とかもなんかもっと若いうちからあってもいいかなとか思ったし、そういうもっと若者が社会に参加できる、政治に参加できる、世の中変えられるっていうチャレンジできるような仕組みにしたいですよ。で今だったらって18歳とか25歳とかね、その間に去勢されるんですよ。去勢されるためにあの学校があるんです。 もちろん社会に慣れさせるために学校はあるし、いい面あるんですよ。学校でその友達作ったりコミュニケーション取ったり社会の厳しさを知ったりとか、その一方で学校っていうのはこういうもの、社会というものはこういうもの、なんか髪型守れとかあるじゃないですか、ツーブロックがダンジャラダンジャラとか、そんなの一切守らなかったんですよ。でバイク通学ダメとか自転車通学どうとかあるじゃないですか、僕普通にバイクで通ってて見つかって停学になったとか、それでも俺バイクで通ってたとか、そんな人間だったから、今の若者はすごいね真面目だと思います。だから言われたことをすごく真面目に守って、俺全然守らないからだったから、だからこんなになっちゃったんだけど、だからそれ守らなくていいとは言えないけども、それからもっと変えていっちゃってもいいと思うし、子供っていうか若い人たちがもっとこうしていこうで、今 SNS もあるから、SNS でバズってこれおかしいよねって変えていっちゃってもいいと思うし、もっと若い人たちがもう変えれる環境を整えていきたいなって僕は思ってます。僕ももしかしたら政治家で言ったらまだ若造かもしれないですけど、本当僕はもう後進に譲りたいと思うんですよね。チンコ主義を誰かいたらなので、もう本当僕だって23年その政治家の活動を目指してやってて、選挙出てももう13年もやってるし、もっと新しい人出てきても、で新しい人出てくるってことはなんかその迷惑系とかじゃなくて、ちゃんと世の中を考えてこうしていこうっていう人がもっと、だから僕がもし議員になってたら、だからインターンとかよくあるじゃないですか。そういうのでちょっと、なんかカバン持ち分かんないですけど、なんかそういうのはでなんか育てたいな。だからテレビ塾やってるから、あテレビ塾はあの吉田松陰先生の松下村塾の現代版が天気塾なんで、全然いないですけどね、全然お塩を恋に行く人は全然いないんですけども、だからそういうつもりで僕は やってはいます。ただ僕のちょっとそういう人間力というかプレゼン力というか、あのアピール力が販売促進力みたいなのがないんで、ちょっとこんな感じになるんですけど、長いですか、ちょっとだから若者 そのハートに火つけてこうモチベーションを上げていきたいですね。生きたいっていうか、いや俺が言うのもなんですけど、死にたい死にたいって言ってる俺がなあれなんです。だから死にたい俺がなんで生きてるかって言ったら、だからトンネルズさんとかダウンタウンさん知ってますか、見て芸になりになろうと思ったわけですから、そんなもんなんですよ若者って。だから元テレビ見てあんな風になりたいとか、だから僕はだから政治界でのトンネルズさんダウンタウンさんみたいになろうと思ってやってる、そんなもんなんですよ、あの若者の憧れって。今だったら YouTuber さんだとか、サッカー選手とか野球選手見てあんなになりたいとか、政治家もね、ちょっと、ね、年配の方多くてつまんなそうな感じで、だからそこに僕は風穴あげたいなと思ってるし、あなんかあの人、あの人だから自分で言うのもあれですけど、だからそういう風になれたらとは思ってます。だから前回だから俺様キャラで行ったんですけど、結構俺様もねきついんですよ、結構キャラ作るの。でもやめちゃったんですけど、でもハードフルにもう今はやってますけど、優しく、だから今もツッコミとかお笑いのツッコミとかも結構厳しいじゃないですか。だからあのちょっと古いですけど、ぺこぱさんとか優しい感じの結構潮流になってきて、だから僕も優しくなってきて、前よりかは多分悪くなってでも、若者にこう結構刺激していきたいなと思います。だからそれはちょっとメンタル的なものかもしれないですね。スピリッツというか。それっていうのは、でも、行政とかやりすごく難しいことなんですね。そんなあの特殊性なので、だから、これしたら平均的になるっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、
それをやっていくのが政治家です。政治家のトップが動かしていったらなんか引っ張られていくと思うんで、だから僕はだからそういう東京都知事としてトップとしてこの東京都を引っ張っていったら日本もそんなにいい風になるかなと思います。俺がだって政治家だったら都知事なんてやばい人だよ、やばい人だよ。ほーってなると思います。わかんないですけど、すいません、1問目でこんな長くて大丈夫ですか。本当に今戦争とかあるじゃないですか、ウクライナもそうですしパレスチナもそうですし、でもそういう物理的な戦争もそうですし、だからあのウイルスだとかワクチンだとか気象兵器だとかサイバー攻撃だとか宇宙だとか目に見えない戦争ってめちゃくちゃあって、スパイとか工作されてるとかいろいろあって、そういう大きな戦争もそういうのある一方で、小さな争いというか日常で夫婦喧嘩とか、まあ、僕なんて言われてあの恋人とか友達とか学校行ったらいじめられるとかマウント取られるとか、そのいろんな争いがあるんですね。もうやめませんかって僕は思っているんですけど、僕は本当に息づかれたんです本当に。だってすごく愛し合ってる、愛し合って結婚したのに僕離婚してるんですよ。もう本当に自身の生きる価値ないなっていう、すごくなんですか、嫌い同士だったら喧嘩してもしょうがないんですか。 愛して結婚してるのに揉めて離婚するとかどうしようもないじゃないですか。そんなやつが世界平和できるのかって僕は本当に絶望っていうか自信をなくしてるんですけども、だからそれで死のうかって思ってるんですが、でも僕は社会貢献したいなと思ってる。でもお父さんお母さんまだ生きてるから、お父さんお母さん生きてるうちはまだ死なないでいようと思ってて、お父さんお母さんが死んだら僕も死ねようと思ってるんですけれども、あのなのでそういうものを使ってたんですよね、人と争うこととか。みんなとそのハートフルピースフルで仲良くニコニコしていきたいなと思ってるんで、まあ、この選挙戦もそうですし、争わずに優しい世界にしていきたいなっていうふうに思っています。それをこう都知事として示していけたらなと思ってます。だから論破するとかそういうのをなるべくしないようにしてますし、心がけようと思ってますし、ジャッジするとか自分が正しい、お前間違ってるとかそうですし、これはこうだとかもせずにやっていきたいなとは思います。もちろんそうじゃない部分もあると思いますし、やっぱ戦争とかもあるわけですからどうしてもっていうところあると思うんですけど、なるべくそういうふうには